伝統的な姿のマオリの若者。現在のマオリは普通は洋服姿である。描かれたマオリゴッドフリード・リンダウアーマオリは、アオテアロアにイギリス人が入植する前から先住していた人々である。形質的、文化的にはポリネシア人の一派をなす。マオリとは、マオリ族の用いる言語マオリ語では、本来、普通という意味で、マオリ自身が西洋人と区別するために、 普通の人間という意味で、単ン型マオリを使い出したにもかかわらず、イギリス人が発音しにくいという理由で、単ン型ではなくて、マオリを採用したのが由来とされる。神話では、伝説的な公開者クペがハワイ機から来航し、再びハワイ機に戻って、人々にアオテアロアの存在を教えたとされている。その後、大艦隊と呼ばれる7層の公開カヌーに分譲した。 人々が来航したとされる。この大艦隊の7層の名称は、アオテア、アラワ、クラハウポー、マタートゥア、タイヌイ、ターキティム、とコマルとされる。1987年には、この伝説を検証すべく、また日若隆が、タヒチ出身の海洋冒険家、フランシスコーアンの協力を得て、伝統的な航海カヌーによるタヒチアオテアロア艦の実験航海を行って、 成功を収めている。また、ヘクター・バズビーを指導者とするグループは、ハワイのナイノア・トンプソンの協力を得て1992年に、航海カヌーで、アウレレを建造し、マオリの遠洋航海技術の復興に取り組んでいる。考古学的には、ポリネシア地域のクック諸島、またはタヒチが起源とされ、9世紀から10世紀頃までに、アオテアロアに移住し、 狩猟採集生活を送る。しかし熱帯であるクックやタヒチと違い、ニュージーランドは温帯であったために、同じような生活を送るには不向きであったため、狩猟採集に加え農耕をはじめ、住居もポリネシア風住居をもとに、それより小さめの住居を建て始めた。人口が増えると、おののが、イウイと呼ばれる部族を作り、部族同士の衝突も起こるようになった。人々は、 遺井を守るため、丘の上や峰など、戦略的に大切な部分に、柵や堀などを置いて、遺井を防衛した。これは、要塞で守られた村の意味で、パと呼ばれる。1840年に、ワイタンギ条約を、イギリス政府とマオリ諸部族との代表者が締結し、マオリは主権をイギリスに譲とするが、条文の解釈の総意等によって、両者の対立は激化し、 1860年代には、マオリ戦争が起きている。ニュージーランドマオリ族の部族国旗それぞれの集落や、身分によって異なる身体装飾としての入れ墨を顔面や全身に施す。挨拶として互いの花をくっつけ合う。民族舞踊である墓は、マオリの戦士が戦いの前に踊るほか、歓迎の挨拶などでも墓を踊る。ラグビーのナショナルチームである。 オールブラックスが試合前に墓を踊ることで世界によく知られている。伝統芸能であるポイはスイングジャグリングの一種として世界的に広く行われている。現在でもマオリの人々は自分の家系が大艦隊のどの航海カヌーに乗ってきたかを重視しており一種の社会集団を形成している。近代になってマオリは有力な族長の中から王を衰退するようになった。 現在のマオリ王はツヘイティア・パキッセイ。マオリ王は法的には何の権力も持っていないが、マオリ社会では高い権威を持つ存在である。ツヘイティア・パキッセイは2007年2月から3月にかけて東京国立博物館平成館で開催されたマーオリ、楽園の神々天の開幕に合わせて来日し、秋人天皇と会談した。 ニュージーランドの別名アオテアロアとは白く長い雲がたなび口という意味で最初にこの地を発見した伝説上の公海者クペンの妻がこの島々を指して呼んだとされニュージーランドと並ぶ正式な国名となっている2006年8月9日ニュージーランドの科学者がマオリは戦闘的な遺伝子を有しており暴力的で犯罪を犯しやすい傾向にあると発表した マオリは直ちに抗議するなど波紋が広がっている。国連の調査ではマオリは他の地域の先住民族と同様非先住民族より11年ほど平均寿命が短く経済、社会、文化における権利が未だに限定されている可能性を指摘している。自殺率でもマオリはヨーロッパ系やアジア系に比べても多い傾向にある。ありがとうございます。